この寸劇はそこに勤める2人の秘書のまるで日常の一コマである。あれ、豊川さんお疲れ様。下井先輩お疲れ様です。豊川さん、鈴木商事に来てどのぐらいになるかしら。もう1年、ちょうど1年ぐらいですかね。そんなになるの。はい、そうよね、去年はいなかったもんね。ええ、そうそう、社長のスケジュールを全部管理してくれて、本当に助かってるわ。あ、そういえば今日社長は、社長はずっと探していたストラディバリウスが見つかったとかでちょっとロンドンの方へ飛んで行かれました。そうなの。はい、いつか急ですよね、昨日から。あ、そうなの、相変わらずぶっ飛んでるわね。あ、なんかね、でも社長最近変なのよ。なんかね、朝起きたら空がまるで空みたいに青いとか、歯を磨いたらまるで歯みたいに磨けたとか、なんかそれっておかしいと思わない？いや、私もちょっと思うんですけど、まるで現実みたいって思うことがたまにあるんですよ。朝目が覚めたら世界が変わっていった。ドゥラドゥドゥンドゥンドゥンテリアテリア、空は青くまるで空みたいだし、雲は白くてまるで雲みたいだったし、爽やかな風までまるで風みたいに吹いてるんだ。母さんにおはようって言ったら、母さんもおはようって言った。父さんにおはようって言った。お父さんもおはようって言った。まるで僕の母さんと父さんのように、ドゥンバドゥンドゥンドゥン、どうしちゃったんだ世界は、まるで世界みたいじゃないか。おー、oh
疲れ様でした。お疲れ様でした。